カブすきじゃけチャンネル。はい、どうもカープスキジャケチャンネルです。今回は18日の楽天戦振り返りますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルの登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。さあ、では16日楽天戦ですが、カープ5対3で敗れてしまったということで、交流戦のラストゲーム勝利で飾ることができませんでした。で、連勝も3でストップということでね、まあ交流戦自体は貯金2で終えたということに、ね、なって、まあ非常に嬉しい、結果に終わりましたね。交流戦よく頑張ったっていうねところなんですけど、まあちょっとこのゲームに関して言えばね、まあ序盤のねミスも響いて反省点もありというゲームで、まあそんな中で8回や9回の攻撃に関しては今後のねポジティブな、ところも見えたかなということでね、まあちょっとそこについてね振り返っていきたいなと思います。はい、でスタメンなんですけど、この試合5番にですね指名打者で松山選手が起用されるということになりました。でキャッチャーねハドゥア投手の時石原選手と組むこと多かったんですけど、このゲーム坂倉選手がスタメンマスクをかぶっています。で8番にはファースト堂林選手、9番には二俣選手がスタメンで入ってまして、二俣選手なんかはね、もうまさに結果を残しての3試合連続スタメンという形ではないでしょうか。で、得点なんですけど、8回の表ですね、末金選手のレフトのタイムリーヒット。で、9回には大森選手のセカンドゴロの間の得点。さらに、宇草選手のセンターへのタイムリーツーベースで3点を奪ったというゲームでしたが、まあ、あと1歩、2歩ね、及ばず敗れてしまいました。さて、野手陣の注目ポイントですが、このゲームはですね、末金選手からです。4打数2安打1打点ということで、これで4試合連続のヒットになりました。でこのゲームもねマルチ安打ということでですね、まあ、状態上がってきてるかなと思います。でこのゲームはツーベースをね1本放ってまして、フェンス直撃の当たりだったんですけど、6月6日のねホームラン以降、末金選手長打がね出ていなかったんですけど、まあ、それ以来の久しぶりのねヒット長打ということでね良かったんじゃないですかね。まあ、前のゲームもねライト方向に大きな打球があったりというのはあったんですけど、まあ、このゲームではしっかりとフェンスにもね届いてツーベースになったということになってます。でヒットのね2本目なんですけども、これもね非常に内容良かったですね。追い込まれてからフォークをねうまく拾ったということで、もうこれ結果的にタイムリーになったんですけど、まあ、2アウト2塁という場面で1ボール2ストライクと追い込まれてからね、最後フォークボールをうまく拾ったということで、まあ、この打席ね、初球2球と同じようなね低めのフォークに空振りしていまして、あちょっとこれ続けられたらね打てないのかなと思ったんですけど、まあ、同じ3球目のフォークはなんとかファールにして、で1個ボール挟んだ後もね、まあ、最後これまた低めのフォーク来て、それを拾ったということで、まあ、打席の中でねしっかりとこういうボールに対応できたというところ非常に良かったんじゃないですかね。パリーグのピッチャーでなかなかね対戦する機会もなくて、まあ、初めて見たようなフォークだと思うんですけど、それをね、しっかりと3球で対応できるように持っていけたというのは非常にいいポイントだと思います。で交流戦の打率は最終的にね2割3分9厘と、やっぱりちょっとここはね物足りないようなね数字になりましたが、まあそんな中でも最後の1週間は2割7分3厘と復調しているというね気配がありますので、まあ1回状態を落としたのをね戻してきてくれてる、それでねリーグ戦再開に臨めるというのはチームにとっても明るい話題かと思いますので、まあぜひこのままね復調してもらって、で長打もね久しぶりに出ていますのでね、求められる長打だったりね、まあ、2本目のタイムリーようなね打点どんどん稼いでいってもらいましょう。で続いて矢野選手ですが、こちら3打数1安打、フォアボールが2つありまして、まあ、このゲームは3出塁とね2番バッターとしての役割を果たしてくれました。でこちらもヒットについてなんですけど、これもね同じく、追い込まれてからフォークを拾ったヒットということで、1ボール2ストライクから低めに来たフォークをねうまく逆方向に持っていきました。まあ、これもですね、まあ、素晴らしいヒットでしたね。まあ、それからね選手と同じように初見のフォークだと思うんですけど、まあ、それをしっかりと拾ったということでいいバッティングになっていました。で守備ではね7回からセカンドに移っているんですけど、まあ、直後ねいきなり、セカンドライナーがね来ているんですけど、まあ、それをねジャンピングキャッチということで、もさすがの守備のねプレーも見せてくれましたので、まあ、リーグ戦再開後もこの守備には期待ということです。まあ、ちょっとね反省ポイントについてはまた後ほども
ね語りますが、このセカンドでのライナーキャッチはね素晴らしいプレーでした。で続いてウグサ選手ですが、1打数1安打1打点ということで、途中出場だったんですけど、まあ、9回のね、ワンチャンス1打席でしっかりとタイムリーヒットというね結果を残してくれました。ランナーはね2アウトという場面だったんですけど、追い込まれてから外のまっすぐを逆方向にうまくいってツーベースということで、9回2アウトだったので、ね、もう次アウトになったらゲームセットなんですけど、そんな中でもしっかりとセカンドを果敢に狙って、でそれでねセーフを勝ち取るという、まあ、積極性とまたそのね走塁技術っていうのもね素晴らしいものがありましたので、まあ、こういうね足でもどんどんアピールしてほしいところです。でアプローチ面ではちょっと対フォークに課題って言ったところで、まあ、これは本当ずっとね、課題ではあるんですけど、まあ、今年状態良かった時はですね、まあ、フォークが苦手なので追い込まれるまでは、まあ、このフォークは本当にもう一切捨てて甘い球とか打ってる球が来たら振るっていう多分アプローチでいい結果がね出ていたんですけど、ちょっとここ最近はね追い込まれるまでもこのねフォークに手が出てしまって空振りするっていうシーンが目立ってまして、まあ、このゲームも実際ねワンボールワンストライクからのねフォークボールに空振りしてしまったということで、まあ、それで追い込まれたという場面になってしまいましたので、もう一回ね最初の頃のようなアプローチ、まあ、もちろん相手もそれ分かった上でフォークとか投げるようになってると思うんですけど、まあ、こういうストライクからボールのあるフォークっていうのはね追い込まれるまでは、しっかりと見送って打てる球だけを打てるというアプローチにね、戻せていったらいいのかなと思います。まあ、ただその中でも追い込まれてからこの打席はねしっかりと得意なまっすぐをね打てたというのはね非常に良かったと思いますので、このバッティングをねまた見せてほしいなと期待しています。で最後堂林選手ですが、4打数1安打ということで、9回ですね則本投手のまっすぐを逆方向へツーベース打ったということでですね、まあ、こういう逆方向にいい打球が打てるというところから、まあ、復調しているというのはね感じるかなというふうに思います。でこのツーベースが4月6日以来ということなので、もう約2ヶ月ぶりですね、2ヶ月ぶりで今シーズン2本目の長打ということで、まあ、長らくね不振で、はあったんですけど、まあ、まだ完全復調とは言ってはないと思うんですけど、まあ、こういう当たりも出てきたということでね、まあ、やっぱり堂林選手に求められるのは長打というところもね、ありますので、まあ、長打もどんどん増やしていってくれるということにね期待したいところです。まあ、ちょっと他の打席だったり守備についてはね、次に語りたいと思います。その他の気になるポイントですが、序盤の失策が響いて3立てならずもったいない敗戦ということで、まあ、このゲームはですね、2回の3失点、まあ、これがねエラー絡みだったということで、まあ、非常にねもったいないような失点の仕方でした。で、まあ、最終的には3対5なので、まあ、そういうエラー絡みのね失点がなければ、まあ、勝てたかもしれないなというゲームで、まあ、もったいないね敗戦になってしまったかなというのがね、かなり印象に残っています。で、まあ、そのエラーが何だったのかというと、まあ、2回の裏ですね、まあ、名手にまさかの連続エラーということで、まずワンアウト1、2塁の場面ですね、ゲッツーコース、まあ、ショートに、ね、打球が行きましたが、まあ、菊池選手が矢野選手からの送球を、ね、取れずに、まあ、オールセーフになってしまったということで、まあ、一つこれが、ね、大きなミスになってしまいました。ショートゴロ、ね、まあ、打球の速度や、ね、バッターのランナーの足を考えると、まあ、そんなに、ね、焦る必要は、ね、なかったので、まあ、普通に冷静にさばいていればゲッツー取れていたかな、まあ、この2人の、ね、肩ならと思うんですけど、ちょっと江野選手もねもしかしたら焦ったのか、まあ、若干ね送球が逸れてしまって、で、まあ、菊池選手ももちろん1塁へ投げるという体勢で入っていたので、まあ、そのね逸れた送球に、まあ、完璧に対応することができず捕球ミスでエラーになってしまったということで、まあ、エラーはね菊池選手についているんですけど、まあ、ちょっとここは江野選手の送球も悪かった点はねあるかなというふうに思います。まあ、ここでねゲッツー取れていればチェンジで無得点無失点でしのげていたというだけにね大きなミスになってしまいました。でさらに2アウト2、3塁になってからは、堂林選手が2点タイムリーエラーということで、まあ、ファーストゴロがね、来たんですけど、まあ、これをね取れずに、で多分足で蹴ったんですかね、ボールを見失ってその間に2点ね、ランナーが帰ってしまったということで、まあ、これも手痛いエラーという形になりました。まあ、ただこれねちょっと映像を見ると、最後のバウンドね、まあ、直前でねイレギュラーバウンドしているんですね。で、まあ、打球見てもかなり鋭い打球で打球速度速かったので、まあ、ちょっとこれはね取るのは難しかったかなというね、打球ではあるのでエラーつくのは個人的にはねちょっとかわいそうだとは思うんですけど、まあ、エラーついたということは、まあ、取れただろうという判断だと思いますので、まああの場面なかなか難しいとは思うんですけど、最低で前に弾いて、アウトにするとかいうプレーがねできればこの失点ね2点もこの大きかったので、良かったかなというふうに思います。
で、まあ、ただ3選手ともね、守備で助けてるくれる選手ということで、まあ、この二遊間ね、もう鉄壁の二遊間ということで、もういつもね、いいプレー見せて、してくれてますし、まあ、堂林選手に関しても、このゲームもね、初回にファーストゴロをね、うまくダイビングキャッチしたという場面もあったり、おととい、昨日とね、ファーストでいいプレーがあったので、まあ、それのおかげで勝てたという面もあるので、まあ、守備に関して、ファースト守備に関しては非常に定評もあるんですね。まあ、こうした3選手でちょっとミスが続いたというのは、まあ、誤算であったなというところで、まあ、もったいない、ミスになってしまったのでね、まあ、特にやっぱり最初のね、ゲッツのところですよね。まあ、イレギュラーバウンドしたのはまあ仕方ない 面があるんですけど、まあ、最初のね、ミスはまあ本当キャッチボールレベルのね、ミスと言えますので、まあ、もったいないミスだったかなというふうに思いますね。まあ、この2人だけにね、もうちょっと冷静にゲッツ取ってほしかったなということで、まあ、このミスがちょっとこのゲームは大きく左右してしまったかなというふうにね、感じています。で、もう一つね、このゲームの範囲としては、まあ、初回と2回のね、攻撃ですよね。まず1回の表ですね、まあ、相手の連続四球で2番矢野選手、3番小園選手が出て、ワンアウト1、2塁のチャンスだったんですけど、まあ、末金選手が初球打ちでダブルプレーということで、まあ、フォアボールの後はね、初球取ってくるので、というセオリーもあるので、この積極性自体はね、問題ないと思うんですけど、まあ、ただゲッツーコースに飛んでしまったということで、またねバットの先であまり捉えられていなかったので、まあ、振る球だったのかなというところはね、まあ、ちょっと疑問ではありますね。振ること自体は問題ないんですけど、まあ、ちょっとねコース的にもそんなに甘いボールではなかったかなというところで、まあ、そこら辺もう少し絞って打ってくれればよかったかなという印象あります。で、続く2回はワンアウトからフォアボールとヒットで1、2塁のチャンス作ったんですけど、まあ、ここは堂林選手が初球を当てただけのダブルプレーということで、まあ、こちらもね、かなり内容がね悪いゲッツになりましたね。まあ、しかもね当てただけっていうね中途半端な形でのゲッツでしたので、まあ、そこがね一番もったいないなというふうに感じました。まあ、この場面ね振るならもう本当にアウトになってもいいので思いっきり振ってほしかったんですけど、まあ、それを本当に当ててしまっただけでピッチャーゴロね、勢いのねピッチャーゴロになったということで、まあ、さっきのねエラーに関してはイレギュラーがあったので仕方ないんですけど、ちょっとこちらのねバッティングに関しては積極性にねかける当てただけっていうのは、まあ、もったいない内容になってしまいましたので、まあ、堂林選手もこういうチャンスの場面では積極的に打てるっていうバッターのタイプであると思いますのでね、しっかりと次までにはね、調整してほしいところです。で、ポジティブなところとしては8回と9回のね攻撃ですよね。8回酒井投手、9回則本投手から防御率3点奪えたということで、まあ、この2人はねパリーグの防御率でも1点台というね、まあ、鉄壁に近い完璧リリーフではあるんですけど、まあ、その2人から得点できたのは非常に良かったと思います。なので、まあ、こういうね終盤の粘りっていうのができるようになれば相手チームからしたら嫌だと思いますし、まあ、勝てる逆転できるというゲームもね出てくるんじゃないかなと期待していますので、まあ、この8回9回のね攻めっていうのには今後、良い方向に行くことをね期待しています。で、交流戦の総括ですが、まあ、2つの貯金ということでね、まあ、非常にね、まあ、いい形で交流戦終わることができましたので、まあ、嬉しいね、勝ち越しになっています。まあ、ただやっぱりねこのゲームのような、まあ、ミスが出ては勝てないということで、やっぱ今年はね守り勝つという野球でいくという路線になってますので、まあ、その中で守備がねピッチャーの足を、引っ張ってしまうということになると、まあ、勝てるゲームも勝てなくなってしまいますので、まあ、こうした風なね守備がのミスっていうのがね、もう出ないようにね、まあ、常にいいプレー見せてくれてはいるんですけど、まあ、守備のミスなくて守り勝つというゲームがねリーグ戦再開後もねできるようにね頑張ってほしいなと思います。続いて先発まとめです。ガードワー投手は6回を投げて119被安打5失点は5失点3という内容でした。このゲームのアドワー投手ですが、前回のロッテ戦続いて課題の初回の入りには問題なかったということで、まあ、今シーズンねここまで初回に失点しまうというケースが多くて、そこがね課題とされていましたが、前回のねロッテ戦は無失点の立ち上がりということで、まあ、このゲームもねランナーこそは出したんですけど、まあ、しっかりと無失点で1回切り抜けたということで問題なかったかなと感じています。で、まあ、投げてるボール見てもねもう初回からしっかりと、ある程度いいコースには決まってましたし、まあ、ボールのあれも小さくて、よかったということで、まあ、悪い時は本当初回ねボールがかなり荒れまくってね、まあ、ちょっと甘いコースに行ったりねファーボール出したりというところがあったんですけども、ここ2試合ね、見ているとそういうシーンがないので、もうこの立ち上がりっていうのは克服しているのかなと期待しています。で、2回にはね先ほど言ったようなエラーが2つ絡んでしまって3失点ということで、まあ、ちょっとここら辺はね本当に不運だったというかかわいそうな点かなというふうに
思いました。で、3回のねホームラン浴びたシーンあるんですけど、あれもね、まあ悪い手まではねなかったんですね。鈴木大地選手がインコースのねまっすぐをうまく打ったというような形で、まあ悪い手まではなかったかなというふうに思うので、まあそこはもう切り替えるしかないかなというところです。で、そんな中4回から6回ですね、ちょっとフォアボールをね出してしまったということで、まあ結果的にはね無失点で切り抜けてくれてはいるんですけど、まあああいうねフォアボール、特に4回なんかは先頭のバッターへのフォアボールでしたので、まあそういうフォアボールが失点につながるケースがやはり多くなっていますので、まあそういったコントロール面ね、については、まあ、若干のね修正というのは必要かなというふうに感じました。ただまあ全体的に見ると、まあ先ほど言った通り、まあ2試合連続でね課題の立ち上がりがね克服されていますし、まあボール自体もねいい球がいって、まっすぐでもねバン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 押せていましたし、まあスライダーなんかも空振りも取れるクオリティのね高いボールでしたので、まあ今後に期待できる内容だったかなというふうに感じていますので、またねリーグ戦再開後もね同じようなピッチングをしてね、勝ち星がどんどん増えるようにね期待したいところです。はい、では続いて中継ぎまとめですが、この試合は遠藤投手が登板しているのみです。2イニング投げて無失点という内容でした。遠藤投手、これが今シーズン初登板になりまして、回またぎもねしっかりと無失点ということで、まあ、結果自体はね良かったと思いますが、まあ、内容はねちょっと良くなかったということになります。まず1イニング目ですね、無失点に抑えましたが2つフォアボールがあったということで、まあ、課題とされているコントロール面でね、課題がまた出てしまったということでですね、まあ、こういうランナーがやっぱり失点につながるケースが多いので、まあ、非常にね、危ないピッチングでした。で、まあ、7回だけに限らずね8回見ても全体的にねボール先行のね、ピッチングになってしまっていたということで、まあ、バッター有利なカウントを作って、しまっていましたので、まあ、そこら辺はやっぱりね、こういう内容だとなかなかね先発だったり、まあ、いいところでの起用が難しくなってしまいますので、まあ、課題をね解決する必要があります。で、まあ、リーグ戦再開後も、まあ、森下投手が1軍上がるまでは1軍に帯同するんじゃないかなと思われますので、まあ、次回1軍で登板があればね、同じような内容ではなくてしっかりとねストライク先行で投げ切れるようなピッチングに期待したいと思います。最後に次のゲームですが、リーグ戦再開ということで予想先発ですが、カープはオスラ投手、中日は涌井投手としていますが、まあ、ちょっとあくまで予想ということでね、まあ、リーグ戦再開の先発はオスラ投手になるのかな、もしくはローテ再編で床田投手になるのかなということで、まあ、この2人が考えられるかなと予想しています。カードのね、が変わって、まあ、これまでの曜日のね、流れでいくと金曜日はオスラ投手なんですけど、森下投手が登録抹消されている一方でね、床田投手が投げた後も抹消されてないということからね、登板を間隔を詰めてというか、まあ、ローテを変えて金曜日に床田投手を持っていくっていう、のも考えているのかなということでね、まあ、どちらかがカード頭金曜日に投げるかなというふうに予想しています。で、中日の先発ね、こちらも、まあ、曜日ごとでいけば涌井投手がそのまま行くということでですね、まあ、今年はクオリティスタート率が 81.2% とね安定感があるピッチャーですのでね、前回もね、まあ、6回と3分の1イニング無失点に抑えられていますので、なんとかね攻略できるようにね頑張ってほしいところです。で、まあ、いよいよリーグ戦がね再開ということで、まあ、現時点では、セリーグの中で今シーズンね唯一負け越している相手が中日ですので、まあ、なかなかね、今年ちょっと中日戦苦しい戦いが続いていますが、まあ、重要な、ね、3連戦になるということでね、まあ、今後のリーグ戦を占うような試合になってくると思いますので、まあ、ビジターではあるんですけどね、まあ、勝ち越しができるように、ね、頑張ってほしいなと期待しています。で、まあ、疲れを取ってリーグ戦再開へということでですね、まあ、木曜日まではお休みということで、まあ、ちょっとねいろんな最終週は地方に行ったりね、まあ、ここまで開幕してからずっとね試合でずっぱりだったっていう選手も多くいると思いますので、しっかりとこの4日間のリフレッシュ期間でねこれまで溜まった疲れなんかもね取ってもらって、リーグ戦再開後いい状態で臨めるようにね頑張ってほしいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。交流戦は7年ぶりの勝ち越しと嬉しい結果に終わりましたが、最終ゲームに関してはエラーなど反省点も出ましたので、リーグ戦再開後は同じような反省点が出ないように頑張ってほしいなと思います。このチャンネルの登録まだの方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、シャカープ頑張れ。